なんか、埼玉県の高校のいじめの謝罪会での一幕がやばすぎるみたい。どうも、学校でいじめが起きたので、謝罪会を開催したようなんだけれど、なんと、いじめ加害者側の親族が、いじめ被害生徒を糾弾し、追い込んでるようなんだよ。では、詳しい内容を見てみて。埼玉県の男子高校生が、いじめを受けて自殺した問題で、調査委員会は自殺の原因として、学校による二次被害を認めました。男子高校生の母親が、取材に応じました。しんのすけくんの母親、率直に言うと、学校は何もしてくれなかった。いじめは解決できない、とはっきり言われて。2019年9月、埼玉県の県立高校の1年生だった小松田しんのすけくんが、川口市のマンションから飛び降り、死亡しました。しんのすけくんは、小学6年生の時からいじめを受け、少なくとも4回自殺未遂を繰り返しました。自殺の主な原因の一つとして認定されたのが、学校の対応による二次被害。当事者の仲裁のために学校で設定された謝罪会が、逆にしんのすけくんを追い詰める結果となりました。加害者側、祖母、何を希望してるのよ。ふざけるんじゃないよ、あんた。加害者側、父、はっきり言おうか。その推しになったのは、君が飛び降りたからだ。加害者側、祖母、それを人のせいにするんじゃないよ。しんのすけくんの母親、そこに先生がいたんです。担任、教頭、そしてもう一人先生がいて、誰一人止めなかったです。謝罪会以降、夜も眠れなくなりました。しんのすけくんは、最後まで謝罪会での苦しみをノートで訴え、そして飛び降りました。しんのすけくんの母親、加害者に寄り添うのではなくて、被害者に寄り添った対応をしていれば、いじめの芽というですかね、早く詰めたんじゃないかと。川口市の教育長は、二度とこのようなことが起こらないよう、再発防止に努めるとしています。やばくない？こんなの、いじめ加害者側の親族が、いじめ被害生徒を追い詰めたようなものだよね。本当に許せないよ。ネットでも、次のような怒りと呆れの声が起きてるみたい。やべえやつで腐かれる。これを、加害者側が謝罪の会で言ってしまうメンタルよ。悲しいね。今後何してもこの子は生き返らないんやから。祖母と父が言ってるのやばすぎるやろ。いじめ系の中でも、今回は特に加害者親が荒れすぎて異質やね。先祖代々クズの家系なんやろな。胸クソ悪い。ここまで人は落ちれるのか。教師も止めなかったのがやべえわ。なんで学校ってこういうのちゃんと対処せんのや。加害者側になんか弱みでも握られてんの。もう学校には何も言わず、殴られたなら傷害罪、物壊されたなら器物損壊罪ってことで、いきなり警察や弁護士に駆け込んだ方がええな。文部科学省の教育委員会も、自浄作用のないクソ組織ってことは分かりきってるんやから、とことん警察に介入させていくしかないやろ。これだけ自殺被害者出して、国が対策しても解決しないんだから、根本から変えなきゃ。やはり、いじめが起きた際は、学校側に解決を求めるのはもう無理な話なんだよ。いじめが起きたら警察に通報し、そして弁護士を立てる。そのくらいしなきゃいじめは解決できないと思う。何せ学校側は、高い確率で保身に走り、いじめを揉み消そうと躍起になるからね。それに、なぜか被害者側ではなく、加害者側の味方をする学校。本当に腐りきってると思う。旭川いじめ事件といい、他の学校でのいじめ問題といい、とにかく学校はいじめを解決できない。いじめ被害者家族はそのことを踏まえた行動をするしかないと思う。いじめにあった我が子を守るためにも学校には頼らない。そういう風潮にしていくしかないと思います。